6月15日木曜日の全国のお天気をお伝えします。東北から近畿にかけては梅雨空が続きます。雨も降りますので外出時雨具が必要です。九州などでは日差しが届くところも多くはなりますが、九州も含めて西日本、東日本、東北では午後になりますと大気の状態が不安定となり、山沿いを中心に天気急変の可能性があります。強まる雨、雷や突風、ひょうなどにも十分ご注意ください。気温も湿度も高く、ムシムシジメジメと不快な体感となります。南西諸島では梅雨空が続きます。雨が降り一時的には強まることもあり注意が必要です。夜も蒸し暑くなりますので夜間の熱中症にもお気をつけください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけます。ぜひご活用ください。